出すと思ってます。手で打たない。体で押し出しました。あれ、なんかいい音鳴ってる。何の音？バーレシーですね。いいな。さあ。何それ？さあ、2ついきますか。ジャブ、ジャブ。ジャブ、ジャブ。1回目から強く打とうとすると、1回目から強く打ってほしいんですけど、もちろん。なかなか打てないですよ。はい。止めて。1回目から打ちます。1回目しかやります。さっきやれば。さあです。はい。さあ。さあ。右すると。もうじっくってなくない？回すだけ。そうです。顔でやってください。これ最初のうちに強制します。はい、これ、他のジムだと多分、ミット狙いって言われるんですよ。僕だけぐらいです。なんで、こうやって持ってくるんです。ここに顔を打つって仮定して。ですけど、僕はもう実際に顔狙ってもらってるんですよ。はい。なぜかというと、ボクシングが顔狙ってます。そう、横入らないです。おーい、はい、おーい、あー、おーい、ナイス。さあ、おーい、ナイス。よし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 よ下がれ下がれ下がれ、はい、もう一回。さあ、これです。これも、力あるね、すごい勢いですけど、外に出てるんですよ、ジャブの時に。これ、中心よりも、体の中心より外に出ると、打ちづらいんです。体の中にしまって、押します。そうです。OK です。そう、ナイス。いいね。さあ。さあ、ボケ飛びない。今のいいんじゃない？まっすぐまっすぐ。さあ、体回す。よし。首が回ってるだけで、体が回ってない。よし、そうです。ちょっと大見さんに今、ここで止まっちゃってるんですよ。そうそう。ちょっと大見さんこっち行っていいですか？顔。顔向きです。あ、顔です。それです。体って、顔こっち向いてるから体って回らないんですよ。こっち向くからこそ、回るのです。そうです。はい、ただ、あまりにも向きすぎると、試合が使えなくなるので、ある程度です。はい。さあ、お持ち。さあ、顔。さあ、です、そうです、そうです、そうです。もう一回いきますよ。押し出す、ユスよりもの、ナイス。さあ、右足踏ん張ってくださいね。前に入っちゃうと、この後、押し返されちゃう。必ずずっと踏ん張ります。そうです。押してもらっていいですか、手で。そうです。もっと体回します。そうです。ここでタイム。この形を作ります。ゆっくり戻してください。力を入れなくてやって打つ。今もそうです。もっと体を回せます。そうです。もう一回。そう。で、これをスピードしていきます。いきますよ。そうです。これです。はい、2回さん休憩します。30秒。うわ、難しい。いや、最初は、ちょっと、何ですかね、つまんないというか、はい、全力でやりながら、スタートしていきます。はい。いや、見るのと全然違いますね。フックって打つ選手って、これって本能のパンチなんです。で、総合格闘家だったりパンチ下手な人っていうのはこう打つんです。なぜかというと、これは本能なんですよ。ただそれを調整して見えづらく最短の距離で当てる。ちょっとこれって無駄と多いじゃないですか。打たれますし、ガードも下がってますし、遠いですし、これにはあれの利点があるんですけど、その本能を調整してまっすぐ見えづらいパンチで当てるっていうのが、そうです、そうです。そう、顔。そうし。最後、キュッて手で入れちゃってるんですよ。で、たぶん飛ばすだけです。そう。はい。体回転、最後。そう、今のです。はい、ワンツーいきますよ。そう。そう。引いてるのかな、右ね。この時にこうなってるかもしれないですね。はい。なので、打つ時に、あ、こうなっちゃってるんですよ。そうすると、打ちづらいです。中にしまって押し出す、うん、そっちの方がいい。はい、そうです。体の回転、最後。ああ、そっちの方がいいと思う。もっと遠く。さあ、はい、一回ちょっと攻撃してください。はい、はい、いきますよ。ワンツー、今度スピード意識いきましょう。グッグンじゃないです。トトン。そうです。体回します。トトン。さあ、弱ってる。もう一回。さあ、いいっすよ。
そう、僕が前に来たら横に動きましょう。横に、はい、お父さん基本的にはボクシングは動く方の足から出す、はい、左に動くなら左足から、右に行くなら右足から、前に行くなら右足から、後ろに行くなら右足から、その方、そうすると、そうしないと左に行くのに右から力が行くと体が崩れるんですよ。そうすると打てる体勢じゃない、打てる体勢で常にいなきゃいけないので、できるだけ動かしていったら、おい、そうでした、いいで、動いたら必ず前足を相手に動かす、そうです、そうすると、やだやだ、どうかもない、危ない、これはなんですかね、スポーツチャンパラー。